皆さんこんにちは、横浜のボブ美容師上村です。今回はネットフィリックスで大人気のザ・ボーイフレンド出演者のヘアスタイルについて美容師目線で解説をしていきたいと思います。実は今回第2弾となりますが、他にも動画を上げていますので、推しのメンバーがいらっしゃればそちらの動画もぜひチェックをしてください。ザ・ボーイフレンドとは、同性に魅力を感じる若い男性たちがグリーンルームというプール付きのビーチコテージで同居を始めます。夏の間にコーヒートラックを運営し、一緒に生活をしながら真実の愛を探すストーリーとなっています。今回はその中のテホンさんのヘアスタイルについて解説をしていきたいと思います。34歳で韓国出身、プロダクトデザイナーをされているそうです。なんか金髪のおしゃれな髪型ですよね。メンバーの中でもブリーチをしている髪型の方は誰もいらっしゃらないので、金髪といえばテホンさんを思い浮かべるかと思います。ただハイライトなのかなと思うような、なんかちょっと筋っぽいようなカラーリングも感じますので、きっとブリーチを重ねているようなヘアスタイルかなと思います。別にハイライトを入れているわけじゃなくて、毛先のだけ例えば 2,3 回ブリーチをしていて、中間部分が1回のブリーチだと抜けるたびにどんどん色は明るくなっていきますので、毛先と中間と根元の地毛の色っていう形でちょっとこうグラデーションになってるようなヘアスタイルですね。ブリーチというのは何回か重ねていくことで明るくなっていくので、育てながらヘアスタイルを楽しむのもおすすめです。ただ2ブロック内側の刈り上げている高さが結構高いんです。頭の形、骨格によっては丸みが出やすくて、ちょっとかっこよさ半減してしまいそうなので、特にまあ韓国の方なのでね、またなんかちょっとこうスラッとしたようなお顔立ちでもありますし、高さを上げてもかっこよく似合っているんですが、どうしても鉢がちょっとこう張っていてトップが潰れやすいような方、あとは耳のところから鉢までがボコッと丸い骨格をされていたりすると、ちょっとカバーするところが足りない、上の部分かぶさるところがどうしても短くなってしまうので、セットありきというか、かなり攻めた髪型の一つでもあるのではないかなと思います。後ろもしっかり刈り上げていますので、前回ご紹介した第3のヘアスタイルよりは刈り上げの幅が広く、そして2ブロックも地肌が薄く見えるような刈り上げなので、3ミリくらいからグラデーションになっているのではないかなと思います。インスタグラムからいろいろなお写真を拝見したんですが、結構毛量もしっかりある方ですので、やっぱりスタイリング剤で抑えながら流すというようなお手入れは必要かと思いますし、ちょっとこう筋感のあるような金髪ゴールドヘアに根元がちょっとこう伸びていて、デザイン性のあるようなカラーリングもされてますので、眉毛がこれで細いとちょっとヤンキー感が出てしまうのかなと。こういった刈り上げも上の高さまでしっかり短くしていたり、ゴールドヘア、ちょっとブリーチを入れているような髪色に眉毛も細かったりとかするとかなり印象が変わってしまいますので、もうちょっとマイルドな優しいような印象が欲しい場合は、ちょっと刈り上げの幅が狭かったりだとか、金髪じゃなくてちょっとこうブラウンベースオンカラーにして、ちょっとこうシルバーっぽいカラーリングにしたりだとかするのもいいかなと思います。今回はザ・ボーイフレンドからテホンさんのヘアスタイルについて美容師目線で解説をさせていただきました。もしコメント欄でこのボーイフレンド、テホンさんってこんな性格なんだよ、こんなところが見どころなんだよなんてハマっている方がいたら、ぜひコメントで教えてください。私もね、見たいな見たいなと思いながらも、結構なんか時間取るのが大変で、最初のめり込めばずっと見ちゃうんですけど、最初の1話って結構勇気いますよね、見始めるのに。ぜひ皆さんハマった理由などがあったら教えてください。本日も最後まで動画をご覧くださってありがとうございました。他の出演者の方のヘアスタイルも解説をしておりますので、ぜひそちらの方もご覧ください。ではチャンネル登録をお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。さようなら。